じゃないと夜間を火にかけたけど紅茶のありかがわからない。ほら朝食も作れたもんね。だけどあまりおいしくない。君が作ったのなら文句も思い切り言えたのに。一緒にいる時は窮屈に思えるけど、やがと自由を手に入れた僕はもっと寂しくなかった。さよならと言った君の気持ちはわからないけど、いつもよ趣味で買った服も無駄ないけど捨ててしまおう。男らしく潔くとゴミ箱抱える僕は他の誰から見ても一番センチメンタルだろう。